ウィブランド・デ・ヘイストは、オランダの画家である。主に肖像画を描いたことで知られる。オランダ、フリースラントのレイワールデンに生まれた。父親は、ステンドグラスの職人で、父親から美術を学んだ。その後、ユトレヒトの画家、アブラハム・ブルーマールトの弟子になった。1614年から1618年の間、フランスやローマで修行した。1616 16年に、 フランスのエクス・アン・プロバンスでレオナールとブラーメルと知り合い共にローマに移った。ローマで活動するオランダやフランドル出身の画家たちたちのグループベント・ボーイ・グルスのメンバーになり、デフレッシュ・アディレイヤというあだ名で呼ばれた。レーワルデンに帰国した後、フリースラントのオランダ総督の公式画家になり、エルンスト・カシミールやヘンドリック・カシミールらの歴代の総督の肖像画を描いた。 レンブラント・ファン・レインと結婚することなる、サスキア・ファン・オイ・レンブルフの親類の娘と1622年に結婚した。レンブラントは、サスキアと結婚する前の1634年にで、ヘイストを訪ねている。骨董品、美術品の収集家としても知られ、1636年に、フランスの最小、リシュリューの秘書で著述家のシャルル・オジェがそのコレクションを訪れたことを記録している。 弟子には、ヤンジャンスズ、デスタミンやジェイコブ・パトマンがいて、二人の息子も画家になった。娘は、画家のアダム・ペー・ナッケルと結婚した。ありがとうございます。